はい、全国の皆さん、こんにちは。共通テスト2023年度入試ですね。の公表、国語公表をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。早稲田合格塾代表の平です。この共通テストのね、公表動画は結構普段の、動画と違って、いろんな人が見に来るね、割と大所帯になるんで、結構ね、割とあんまり冗談なんかは言わずにやっていこうかと思ってるんですけども、自分らしく、公表していこうと思ってるんですけど、まず、2023年の、国語公表、これね、結論から言うと、共通テストって多分、国語に関してはですけど、こんな感じに今後もなっていくんだろうなっていう感じですかね。一昨年、そして去年と来て、僕のね、公表動画あると思うんで見てくれたらわかるんですけど、ちょっとね、不満たらたらね、漏らしてるんですけど、多分これぐらいになってくるんだろうなと。で、特に評論に関してはなんかすごくいい問題だったんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。なので、なんかこう、クオリティが上がったかなっていうのがすごく僕の印象としてあって、一方で、小説に関してね、は、ちょっとなんかこの問題これでいいのみたいなところもあったりとかして、ただ全体的には結構クオリティは上がったいい問題になってきたんじゃないかなという印象ですよね。なので、多分この2023年の入試が一つ基準になるのかなという、そういった、印象を持った、年の、入試でした。はい。じゃあちょっとね、前置きをなくしてもしょうがないので、公表いきたいと思うんですけど、評論に関してなんですけど、多分今後もこうなっていくんだろうなと思うんですけど、本文が簡単ですよね。旧センター試験と比較したりすると、特にそうなんですけど、本文の論理展開自体は、ものすごくなんかこう読みやすくなっているよねっていうのが僕の感想ですね。一方で、こう皆さんに求められるのが、こう選択肢を切る力。これがすごくなんかこう、できる人とできない人を分けるかなと思っていて、結構これ普段の僕のね、こう、早稲田合格塾での質問とかにも多いんですけれども、結構国語で点数が伸び悩んだり、あと英語もね、点数が伸び悩んだりする人の特徴として、読みにね、非常に読めない自分っていうものを気にして、読解力を上げようとするんですけど、意外とそうじゃなくって、こう、選択肢を切る力の部分で、結構迷ったり悩んだりとかしてて、その力が足りなくて点数が落としたりするケースが非常に見受けられて、今回の共通テストなんかも、こう読みの力はさほどじゃなくても、切る力が結構ないと、やっぱり点をつける側には回れないかなといった、そういった印象でしたね。っていうところです。じゃあ、行きましょう。まずね、漢字の問題があって、これはね、旧センター試験との違いでもあるんですけど、で、しかも選択肢が4つかと。で、5つじゃなくて4つになってると。漢字の問題が3つ。で、あとは、なんかこうね、語句の意味だよね。この漢字の意味は、どれが一番近いですかっていう、なんか漢字の意味を問う問題っていうものが、2個あるっていう、こういう構成かという感じですね。で、漢字の問題に関しては、まずね、一番最初のさ、問い1の、冒頭ですよね。冒頭は、これ多分消去法しかないかなと思います。消去法で絞り込むかなと。で、2番、3番は、標準レベルですね。金銭、疎んじられるっていうね。で、4つ目の、行ったも、これも問題ないでしょう。基本ですよね。で、5つ目の望むは、これはね、ちゃんと文脈で把握しないと解けないですよね。多分、望むだけで選択肢選ぼうとすると、本望とか選んじゃうんじゃないかなとか思うんですよね。だけど、これ、文章の中で使われてるのは、景色を望む。だから、つまり見るってことなので、展望が正解になるよねっていうところですよね。これなんか選択、この部分だけ見て解くとちょっとやられる問題ですけど、でも大丈夫でしょう。問い2番、ここから読解問題になってきますね。問いの2番は、そんなに問題じゃないかなっていう感じ。もう直前を読んでそのまま解けるんじゃないですかっていうところですよね。選択肢1、2の、前半部、病気でさ、気分が塞ぎ込みになるとか、絶望的な気分になるっていうのは、防線部の何行か後のところに書いてあるんで、ここだけは選択肢1、2はここだけでは切れないとしても、後半部がおかしいしね。で、選択肢4、5も後半部がおかしいということにおいて、ズバリ3番正解で、これも問題ないんじゃないですかね。問い2、問い3は基本的にはこれどちらも基本問題というところで、ここでは落としたくないかなという公表です。僕としてはね。問いの4番なんかは、ちょっとこう、予備校によっては少しやや難判定しているところとかもあったりするんで、ちょっとこう見ておくんですけど、防線部 C、ルコルビジェの窓は確信を持って作られたフレームであったとあるが、ルコルビジェの窓の特徴の効果っていうことですよね。ルコルビジェの窓の特徴が聞かれてるんですけれども、あんまりそんなにこう、受験生の答案まだ見てるわけではないので、なんとも言えないんですけど、3番とかちょっと特徴的ですよね。結構早稲田の問題なんかとかね、あるいは明治の問題とかね、こう結構選択肢が割と判定が厳しい問題でよく出てくるのが、選択肢3番なんかだと、
これ前半部も後半部も本文の中に書いてあるんですけど、あのアスペクト比の変更を目的として外界を意図的に切り取るんじゃなくって、手段と目的が逆になってるんですよね。外界を意図的にこう切り取ろうというね、うん、それを目的にしてアスペクト比の変更を行ったっていうことだから、どちらも書いてあるけど手段と目的が逆転されているってね、こう書いてあるじゃないですか税が、ここでまあ切られちゃうかなっていうところですよね。うん、後の選択肢はまああんまり迷う感じはしないかなというところですかね。あの今後ね、あの授業でこう23年共通テスト扱っていくんであれば、まあ生徒のねがどこで間違ったかみたいなところもまあ視点に入れてこう構成していこうかと思うんですけどね。まあでも問4もそんなになんかこうあのここでやられるかなっていう感じではないかなという印象ですかね。問5番、これはちょっといい問題だったかなという印象ですね。問の5番ですね、こう防線部 D、 壁が持つ意味は風景の干渉の空間的構造化であるとあるが、これによって住宅はどのような空間になるか。ポイントは、陳死木工の空間になるっていうことですよね。陳死木工の空間になる。ね。で、視界の制限をすることによって、ね、もうむちゃくちゃ開かれた視界の中では、逆に見ることができないっていうね。まあその逆説的な話でしたよね。で、その視界を制限することによって、その住居というものが、こう性の場になるとね、陳死木工の場になる、普段の仕事とは別のまあ解放された空間になるんだっていうね、性の空間になるっていう、それがまあねこの本文だったわけなんですけれども、っていうことで考えると、まずね選択肢1番から見ていくと、三方を壁で囲われた空間を構成することになって、まあ何方を壁で囲われてるんだっけで、その辺はね多分判断つかないんですけど、とりあえず壁で囲われてるっていうことで、まあこの辺はまあちょっと逃げておいていいと思うんですよ。で、外光は制限されて一方向からのみ部屋の内部に取り入れられる、うんうん、まあねそうなるかなっていう。で、ただこの後このように外部の光を調整する構造によりってあるんだけど、あのあくまでも陳死木工の空間を作るのは視界を制限することによってですから、あの光量でなんかこう落ち着いた空間というかねを正の空間を作るんだっていうことじゃないですから、光量の問題ではありませんよね。で、2番、これね2番で間違えた人多いかもしれないですよね。外界を壁と窓で切り取る、そうですね。で、視点は固定されて様々な方向から景色を眺める自由が失われる。これもそうだよね。うん、視界を制限するわけですよね。で、このように壁と窓が視点を制御する構造により、住宅はおのずと人間が風景と向き合う空間になる。はい。そうなんですよ。そうです。うん。ね、視界が制限されて、もうあまりにも開かれた視界の中では逆に見ることができないんだっていうね。うん。その通りです。で、住宅はおのずと人間が風景と向き合う空間になる。その通りです。うん。ありま、そうなんです。ただしね、これ、一番書いててほしい、陳死木工の空間になるんだっていう、これがないんですよね。うん。それが3番との差なんですよ。だから、まあ、4と5もね、あの、まあ、4なんかも削れるよね。4なんかは住宅は風景を鑑賞するための空間になる。違う違う。陳死木工の空間になるんです。これもね。あとね、5も迷うか。2と4はどちらもまあ、陳死木工の空間がないっていうこと。で、あと5も迷うと思うんですよね。周囲を囲った壁の一部を窓としてくり抜く。そうですね。で、外界に対する視野に制約が課される。うん、視界が制限される。そうですね。で、このように壁と窓を設けて内部の人間を瞑想へと誘導する構造により、住宅は自己小殺するための空間になる。うん。なるほどと。選択肢3も5も、一番最後の述部が、ね、どちらも、陳死木工ということをね、パラフレーズね、要は言い換えた表現になってるわけですよ。ただ、5番ね、5番に関しては、ここですよ。このように壁と窓を設けて、内部の人間を瞑想へと誘導する構造によりって書いてあるんだよね。で、確かにね、うん、誘導されてるんですよ。空間を構築することによって、確かにね、まあ、陳死木工の空間へとこうね、誘導されてるんですよ。構造によってね。だけど、誘導されてるんだけど、それって本文には書いてないんだよね。あの、確かに誘導されてるんだろうけれどもっていう感じなんですよね。うん、だから、選択肢5番はね、非常に微妙なんですよね。一方で、3番は、4周大部分を壁で囲いながら開口部を設ける。窓のことですね。固定された視点から風景を眺めることが可能になる。まさに動かぬ視点であり、視界を制限するですよね。
で、このように視界を制限する構造により、住宅は内部の人間が静かに施策を巡らす空間になる。ケチのつけようがない選択肢なんですよね。一方で5番は、壁と窓を設けて内部の人間を瞑想へと誘導する構造によりっていうね、この7によりっていう関係もちょっとなんかうんってなるし、あとちょっと誘導ねーっていうね、まあされてるんだろうけれどもっていう風になっちゃうんですよね。なので、まあ3と5が残った時に、まあ3がズバリあるんで、まあ3を選んで勝負してあげればいいでしょうっていうね、まあそういう選択肢かなというところですかね。まあ結構問い5なんかはいい問題ですよね。選択肢2つ残してより良い方で勝負させるっていうことですよね。はい。そして、次に問いの6番で、こっからなんですよね。結構共通テスト系の勉強してきてる人だと、まあ問い2、3、4とは普通に、まあ多分取れるんですよ。で、問い5で結構差がついてくるんですよね、問い5あたりから。で、一番差がつくのがやっぱりこの問い6とかなんですよね。もう文章を改めて見比べないといけないでしょ。やっぱりいつも、まあ去年も一昨年も僕同じこと言ってるんですけど、こう限られた時間の中で見比べながら判定下していかないといけないっていうね、余裕がないんですよね。だからミスが生まれやすくなるっていう。まあ、うざいっすよね。もうね。まあちょっとね、じゃあ空所 X の方から見ていくんですけど、これも、ね、空所 X のね、見比べは、これはね、まあ割と単純でシンプルな問題です。空所 X は。ただ、やっぱりね、時間が厳しい、ものすごく。本当に一個一個見比べると、一つずつ一つずつね、省けるんですよ。選択肢1なんかも後半省けるし、ね、選択肢2も、選択肢3もね、基本的に後半部でもうバシッとバツつけられるんですよね。まあ、基本的に僕のスタンスってね、割とね、術部とか後半部、日本語における術部になってるんで、やっぱり決定権持ってるから、この辺から攻めていく癖が僕にはあるんですけど、結構それでまあバシバシ切れるんですよね、この問題はね。なんですけど、やっぱね、見比べながら一個ずつっていう感じになると、でもとはいえね、じゃあ文章の表現とか覚えとけみたいな感じで言われてもなかなか厳しかったりもすると思うんで、やっぱりここでどれだけスピーディーに、こう、リーズニングしていけるかっていうところですよね。結構この問い6がやっぱ厳しいんだろうなと思うんですよ。解くってことで言うと、まあ、この X の問題なんかは割とシンプルですよね。で、次、空所 Y に関しては、わざわざ式のことを取り上げた理由って、これも問題としてもすごくいいんですよね、この問題はね。これは見比べる必要性はないんですよね。ただ式が出てきた理由ってなんだろうねって。っていうことで、まあ、選択肢2がね、正解になるわけなんですけれども、その式とルコルビジェのつなぎってどうでしたかっていうと、式にとって窓が視覚装置になったっていう話でしたよね。つまりで、ルコルビジェはそのね、窓を視覚装置としてもっと発展させていったっていう、視覚装置となった窓っていうことが表現されてるってね。これが目的なんですよね。式をわざわざ登場させたね。で、選択肢2を見ると、ね、居住者と風景の関係を考慮したものであったことを理解しやすくするために、式の日常においてガラス障子が果たした役割をまず示したってね。式にとって、ね、まあ日常、ね、式の日常にとって視覚装置になっていったっていうね。そこなんですよね。選択肢1なんかは、ね、ルコルビジェが現代の窓の設計に大きな影響を与えたことを理解しやすくするためにだったらさ、ルコルビジェのことだけ出していればいいじゃないですか。式をわざわざ出した理由として、ね、式だって現代建築と全然関係ないし、前半部おかしいよね。目的が大罰ですよね。で、選択肢3、後半がダメ。で、選択肢4は、ね、換気と採光についての考察が住み心地の追求であった。違う違う、視覚装置ってことですからね。だから、住み心地の追求っていうところがダメですよね。というところで、省けるでしょうと。まあ、この Y なんかはいい問題ですね。さっきの X がめんどくさかったことに比べると、Y はすごくいい問題だなという感じですね。で、空所 Z、に関しては、文章2と関連付けて文章1を読むと Z と解釈できるねっていうふうに、まあ、結論ですよね。で、まあ、これは一個ずつ一個ずつ消去法でやっていけばいいと思うんですよね。まず選択肢1番から、書斎にガラス障子を取り入れることで内面的な世界を獲得したと言える。ん?って、まあ、ちょっと三角ぐらいで逃げててもいいんですけど、まあ、なんなら、式ってもともとさ、作家なんだから内面的な世界がなかったらできないと思うんですけどね。まあ、いいや。その後、式の書斎も宗教建築として機能していたの?ここがおかしいよね。別に式の書斎は、まあ、確かにね、陳氏木工の場としてね、本質的には宗教の建築とね、同じ狙いがあるかもしれないけど、式の書斎も
宗教建築として機能していたっていうね、うん、これはおかしいよね。うん、別に式の書斎は宗教建築ではありません。で、丸2は最後ですね、仕事の空間として機能していたがパーツですよね。選択肢3、病で自由に動けない式は OK、 書斎にガラス障子を取り入れることで動かぬ視点を獲得した OK、 うん、いいですね。そう考えると式の書斎もルコルビジェの言う陳死木工の場として機能してた。そう、これは OK だよね。だからこれがまあ一番との差ですよね。別に宗教建築のとして機能してたわけじゃないからね、式のね、書斎はね。で、選択肢4番、病で行動が制限されてた式は書斎にガラス障子を取り入れることで見るための機会を、獲得したと言える。うんうん、そうだね、視覚装置だってことだったからね。で、そう考えると式の書斎もルクロビジの住宅と同様に視覚装置として機能してた。あの、式の書斎がじゃなくて視覚装置として機能してたのは窓ですからね、書斎じゃないから、ここがちょっとね、微妙にずれてるんですよね。ということで、まあ3番がズバリ正解でしょう。まあこれなんかもまあ一つ一つ消去法でね、見ていくいい問題ですよね。ということで、まあ、基本的に評論に関しては、最初にも僕は申し上げたように、いい問題だったんじゃないかなと思いますよね。あの、選択肢を判別、切る力っていうものがすごく見られてるな。読解力というよりは、なんか切る力がすごく必要な問題だなって。多分ね、こう、論理的に読むっていうことで、あんまりこう、苦労するかって言われると、センター試験時代とかと比べると、まあそれはね、非常にこう負担は減ったかなという印象ですね。ただやっぱりこう選択肢を一つずつ切っていくこの力、これこの鋭さが結構ポイントになってくるのかなという印象ですかね。ということで、評論の考察を終わります。まあ時間だな、うん、この時間で最後の問題の空所 X みたいにこう表現を見比べさせる問題、これが厳しいなという印象ですね。では次に小説行ってみたいと思います。あ、この辺で広告でも挟んでおこうかな。早稲田合格塾、生徒募集お待ちしております。結構今入塾ラッシュ期間でですね、今日もちょっとこう撮影が遅くなっちゃってるんですけど、生徒対応で遅くなっておりました。ぜひまだまだね、募集しておりますので、新規受験生の方いらしてください。ごめんなさい、ちょっとだけ広告入れさせてください、ちょっとだけ。それでは、行きたいと思います。小説に関してはまあこれもこんなもんだよねっていう印象、うん。ただね、僕としては最後の問い7あるでしょう、これちょっとね、これでいいのっていう感じがするかな。まあちょっと僕のね、見立てがちょっとずれてるのかもしれないんで、まあちょっと国語の先生とかと議論したいと思うんですけど、ちょっとね、って感じですかね。最後の問い7だけ。はい。小説のね、公表1個ずつやっていきたいと思います。まず特徴的なのは、まあ、なんかほら、なんだっけな、語句のさ、慣用句だったりとかさ、ああいうのの意味を問う問題っていうのは、まあ、もうないんだねっていう感じだね。うん。小説の問1問2、ここでは落としたくない。ここは結構素直な問題です、問1問2は。傍線部の前後だけで解ける問題なので、まあ、問1、1番、問2、5番。この二つは落としたくないですね、ここではね。これも基本です。問3なんかはちょびっと、難易度上がるけど、まあこれも標準から基本のレベルの範疇ですよね。で、またジジイが出てくるんだけど、なんか共通テストさ、よくジジイ出てきますね。またちょっとジジイが出てくるんだけど、すごく痩せこけてねっていう、そういうじいさんが出てくるわけなんですけれども、自分でも驚くほど邪険な口調でじいさんに答えていたってね。うん、これ私の心の動きっていうことなんですけれどもね。まあ選択肢1番から、まあ人目をはばからず無心を続けるじじいに苛立ったっていう、じいさんに苛立ってるわけじゃなくて、この時の筆者のね、気持ちってどういうことかっていうと、まあまずさ、なんか自分のね、仕事の過程において、まず上司、課長だったかな、からすごくこうもう責め立てられるよね。もうすいませんすいませんすいません、そりゃそうだよなって。でさ、なんかどこだっけ、自分の間抜けさ加減にもなんかこう腹を立てたりしてたわけですよね。でその日の帰りにさ、もう仕事でこんなに辛い思いしてる自分にジジイが物乞いしてくるぜっていうね、もうやめてくれ、もうこれ以上俺から何かを奪っていくのはやめてくれっていうね。ね、もう俺だって腹も減ってるのにみたいなね。そういうのが、まあ、このシーンなわけですよね。だから、これ以上自分を苦しめてくれるな、と、老爺に向かって、頭を下げていたかもしれないんだ。ね。爺さんに対して腹を立ててるんじゃなくって、もう自分をこれ以上苦しめないでくれっていうような気持ちなんだよね。っていうことなので、そういうことを踏まえると、5番が正解だっていうことが言えるよね。
じいさんに対して嫌悪感を覚えたりとかしているわけではないし、じいさんの厚かましさを感じているわけとかでもないんだよね。で、自分への苛立ちっていうね、自分への苛立ちは確かにお昼感じてたけど、それを経てもうね、精神的にね、追い込まれてる自分から、で、腹も減ってる、まだ何かをもらおうとするんですかみたいなね、そういう気持ちなのでね、うん、だからまあ逃れたいっていう5番が正解ですよね。そして問いの4番、問いの4番なんかは結構予備校によってはなんか割と問い4、5がっていうのは割とあったかな。防線部 D、 それを考えるだけで身震いしたってあるんですけれども、まあこの時の身震いってのは何なのかっていうと、まあなんかこうね、一生懸命腹減りながらも一生懸命働いて、いつかこの暮らしから抜けられるんじゃないかと思いきや、ここまでいろんな人を見てきたわけだよね。なんかこの防線部 D の直前4行5行ぐらい見てるとね、こんな日常が連続していくことで一体どんな恐ろしい結末が待ってるのか、それを考えるだけで。はい、防線部中の指示語は、まず指示語チェックですよね。あの指示語の内容が含まれてない選択肢は×になります。自分の将来、まあ、結末ですから、自分の将来に対する恐ろしさ、これが書かれてないといけないわけなんですよ。ということで、選択肢をチェックすると、ね、選択肢1番、前半部は OK でしょうね。いろんな人のね、周囲の人の貧しく、周囲の人々の姿から自らの貧しく惨めな姿も浮かぶと。で、食べ物に思いが囚われてる。ね、まあそれもずっとだよね。で、農作物を盗むような生活の先にある自身の将来に思い至った。まあそうですね。それ以外の選択肢っていうのが、まず選択肢2ね。そもそも自分の将来に対することが書かれてないんですよ。選択肢2も4も5も。うん、社会の動向とか関係ないしね。選択肢4なんか前半部もおかしいです。止める人もいれば貧しい人もいる社会の構造にやっと思い立ったって。やっと思い立ったの。それは分かってたでしょっていうね。うん。このシーンでやっと思い立ったわけじゃないからね。うん。で、さらなる貧困に落ちるしかないことに気づいたってもうちょっと言い過ぎですね。将来への不安っていうことなのでね。あとは、選択肢1はもうバッチリですよね。うん。農作物を盗めない生活の先にある自身の将来に思い立った。で、選択肢2番。うん、選択肢3番。経済的な格差がある社会でしたたかに生きる人々に思いを巡らせた私は、まあまあ、これはまあまあ、とりあえず逃げておくか。まあなんかいろんな人に思い巡らしてるしね。一食のために、ね、まあ上着を手放そうとしたじいさんのように、その場しのぎの不器用な生き方しかできない我が身を振り返った。やっぱりね、将来に対する言及がこれもないんですよね。うん。自分のことではあるけど、将来っていうキーワードがないので、やっぱおかしいということですね。ということで、まあこれは素直に、まあ一番、とか一番しか将来に対すること言えてないよね。ということなので、まあおかしいよね。はい。他おかしいよね。はい。次、問いの5番ですね。防線部 E、 食えないことはやはり良くないことだと思うんですっていう、まあこのね、登場人物主人公がもうなんだろうな、覚醒するシーンですよね。うん、はい。で、この発言の説明としてっていう、まあもう覚醒シーンだよね。うん、水のように静かな怒りがね湧いてきて、でここを辞める決心を固めたっていうことですね。で、辞めさせていただきますってね。で、まあ結構センター試験時代からそうなんですけど、防線部の前と後からヒントを一個ずつ持ってくるっていうのが割とね、コツではあったりするんですけど、というかまあ共通テストとかセンター試験の癖なんですけど、で、後半部の方には、私は私の道を自分で切り開いていくしかないと思った。ね。っていうふうにあるわけで、はい。じゃあ、以上のことを踏まえて、まあ、以上のことをヒントに選択肢吟味していくと、で、わかります？最初に言ったように、こうやってね、ヒント拾いはもうパッパパッパできちゃうんですよね。だから、あとの選択肢を一個ずつどこでどう切っていくかっていう、この力なんですよ。だからまあ、ね、ちょっとこれ、好評動画見てる人で、まあ残念ながら来年ね、こう、浪人が決まってしまったとか、そういう方がいらっしゃったら、読む力ももちろん大事ですよ。読む力がいらないって言ってるわけじゃないですからね。読む力大事なんだけど、それ以上に、切る力っていうもの、これをね、鍛えるトレーニングっていうものを結構重く受け止めてください。いいですか？特にね、本当にこの力が足りてない人すごく多いです。うん。はい。じゃあ選択肢吟味していくと、満足に食べていくために不本意な業務も受け入れていたが、あまりにも薄給であることに承服できず。そうだね。将来的な待遇改善や今までの評価が問題なんじゃない。うん、これもそうですね。今の、うん、将来がどうとかね、だから君には期待してるよとかさ、ね、あったじゃないですか。もうそこじゃないっていうね。もう今腹減って、今やべえんだっていうことだよね。うん。はい。で、選択肢2番はもう全体的に×ですよね。もう一つ一つ×ですよね。
で、選択肢3番は前半部は OK なんですよね。結局のところ新しい生き方を選択しない限り静かな生活を送れないと分かった。うん。で、課長に正論を述べても仕方がないと諦めて存在な言い方しかできないわけじゃないからね。もうこのままじゃ自分の上は解消されないから退職するわけですからね。今の暮らしに対するこうなんかね、問題意識なわけですからね。はい。で、選択肢4番、自発的に残業さえしてきたか。あれ、残業とかしてたっけ、わかんない。まあハテナぐらいで、まあ、逃げていいでしょう。月給でなく日給であることに怒り。月給日給で怒りとかじゃなくて、発給であることが怒りなんですからね。発給が怒りだよね。で、課長に何言っても正当な評価は得られない。評価は特に問題じゃないんだけど、まあいいとして、不当な発給だという事実をぶっきらぼうに述べた。不当な発給だということを述べたわけじゃないからね、ここもね。だからちょっとずれてますよね、選択肢4番ね。ね、もう退職する決意をしてるわけですからね。うん。はい、5番。5番は前半、小声で褒めてくる課長が本心を示していないことはわかるものの、これあったっけな、なんかなかったような気がするけど。で、静かな生活は自分で切り開くしかないという事実に変わりはない。これはそうですね。有効な議論を展開するだけの余裕もない。もう議論の余裕がどうこうじゃないから、これも罰ですよね。ということで、まあ素直に、ね、もう今がやべえ。もうこのままじゃ、ね、このまま続けててもダメだ。会社辞めようっていうことが書かれている1番が正解ですよね。はい。まあこれも割と素直な問題ですけど、まあレベル的にはこのぐらいです。共通テストって。まあちょうどいい難易度かなと。で、問いの6番。防線部 F、 私はむしろある勇気が、ほのぼのと胸に昇ってくるのを感じていたって。うん。どういうシーンだったかっていうと、まあやめてやったぜみたいなね、ところでこう、まあ課長にビシッと言ってやってね。で、この勇気って何なのかっていうと、まあまず防線部 E と F の間にね、こういろんな人の生き様が書いてあって、なんかこう生きるってことだったらどうとでもなるんだっていうことを感じてるわけだよね。で、その後課長のセリフがあって、ね、本当に期待したのは、庶務課長より私なんだって。ね、人並みの暮らしができると思ったのにってね。うん。で、私はどんなに気球してたことだろう。しかしそれが絶望であることがはっきり分かったこの瞬間、私はむしろある勇気がほのぼのと胸に昇ってくるのを感じてたのである。もう生きるだけなら、まあどうとでもなるやってね。ということですね。で、その後、もう別れを告げていくわけです。はい。ということで、以上のことをヒントに一つ一つ選択肢を消去していくと、うん。選択肢1番、後半部。これからは会社の期待に沿って生きるのではなく、自由に生きようと徐々に思う。自由だーじゃないでしょ。で、選択肢2番、真ん中。課長に言われた言葉を思い出すことにより、自分がすべきことをイメージできるようになった。もう課長に対しては、おめえうるせえって思ってるわけですから、課長の言葉、ね、受け取りましたよ、あなたの言葉のおかげで、じゃないからね。はい。で、まあ選択肢3番、説得力の問題じゃないですね。選択肢3番ね。4番バッチリ正解でしょう。4番バッチリ正解でしょう。で、5番も後半部がおかしい。一方で課長が自分に期待してた事実があることに自信を得てないでしょ。ということなので、まあ、選択肢4番が素直に正解。これはまあ簡単かなということで、まあここまではね、割と共通テストの勉強をまあまあまあやってれば、まあそれなりにもう全問正解も夢でもない、そういう難易度なんですよ。ただね、問い7ちょっとひどくない？問い7ひどくない？これ作ったの誰？しかも悲しいことにまた出てきたよ、W さん。なんか、去年おととしにもなんか W 君っていなかったっけとか思ったりしたんだけど、また出てきました、W さん。いやー、早稲田合格塾やってる僕としては W には愛着があるんですけど、ちょっと W が出てくると嫌な予感がするよね。どうしようかね、この問題ね。まあ、いいよ。広告があります。はい、わかりました。うん、こう、で、はい、で、文章。資料の松田ランプの広告が、まあ、本文にもちょろっと出てきたよね、最初の方にね。戦後物資が不足している社会状況を表している。この広告と上の季節本文の最後にある焼けビルには共通点があるんだって。はぁーと、そうなんですかって。で、この共通点は本文の会長の仕事のやり方とも重なる。もう読み切るよ。そのような会長の下で働く私自身は、この職にしがみついても苦しい生活を脱する可能性がないと思い、具体的な未来像を持つこともないままに会社を辞めた。そこで改めて資料を参考に本文の最後の一文に注目して、私の上について考察すると、
悲しくそそり立ってたという焼けビルは四角にと捉えることができる。さあ空所1に入るものなんですけど、わからないんだよね、空所1に入るものが。ん？何？焼けビルと上の季節本文の最後、にある焼けビルとこの広告の共通点、何って思っちゃうわけなんですよね。なんだ、軍事的圧力とか倹約の精神とか戦時下に存在したものではあるけどね、焼けビルも松田ランプもで国家貢献を重視する。まあ確かに軍事圧力とかね、欲しがりません勝つまではとか言ってたもんな。何とか思っちゃうわけなんですよ。でもうそこでもう僕はどうしたかっていうと、もうしょうがないから、まあこれね、しょうがないんで、ちょっと本文の方に戻ったりしても、まあ、松田ビルの最後のところだっけ？あ、違うか。焼けビル松田ビルで、あ、これ資料ですね、失礼。まあ、資料から分かることの構想メモを見ると、まあ、戦後も物資が不足している。で、戦時中の広告を終戦後に再利用している。はい。実はさ、3番よく見て。選択肢3番。戦時下に存在した事物が終戦に伴い社会が変化する中においても生き延びている。もうそのまんまなんですよね。で実はこの資料に書いてあることをそのまんま読み取ってで判定すると丸になるんですよね。というかまあ僕自身もう、もうこれしかなくないっていうかね。だってなんかさ、今までのさ、こう問1から問6までの問題ってさ、なんか本文見て、で、なんかこう言い換えとかさ、ね、心情の変化とかを捉えて、読解して解く問題だったじゃないですか。そっからいきなり、書いてあることをそのまま当てがえるだけの問題になってるんですよ。構想メモにあるでしょ？物資が不足、終戦後も再利用されてるっていうことなので、選択肢3番、戦時下に存在した事物。はい、そうだね。で、終戦後もね、それが生き延びてる、そのまま使われている、再利用されているっていうことで、もう書いてあることそのまんまなんだよね。だからなんかね、急にこう急に問題がグッて簡単になったことによって、あ、こっちなのか、グッて簡単になったことによって、なんかね、このこう温度差というかさね、落差というかにちょっとこうなんか考えすぎると逆にやられるというかね。てか、考えすぎちゃうよね、読解しようとしてね。だから、これちょっと汚えなと思って、なんか今まで140キロ、150キロぐらいのボールが飛んできて、それを打ち返してたのに、急に90キロぐらいのボールが来てタイミングずらされたような感覚なんだよね、これね。ちょっと汚えなって思ったよね。で、次の問題もそうなんですよ。空所に、悲しくそそり立っていたという焼けビルは2と、捉えられると。はい。本文最後の一文を見てみると、ね。本文最後の一文。曇り空の下で灰色のこの焼けビルは私の上の季節の象徴のように悲しくそそり立ってたってあるね。はい。選択肢1から4まで見ていくと、まあ、焼けビルはだから、まあね、なんて書いてあったかと、私の上の季節の象徴のように立っていたって書いてあるから、まあなんか上の象徴なのかなっていう風にを見ていくと、1番からいくよ。給料を払えない会社の象徴じゃないよね、上の象徴ね。わかる？上の象徴って言ってるのは2番しかないんだよね。悲しくそそり立ってる焼けビルは私の上の季節の象徴のようにね、そそり立ってるとね、いうことなので、じゃあ上の象徴であるってね、でその上はまだ継続してるわけですから、まあ、間違ったことも言ってないので、まあ、2番かなと、上の象徴だって言ってるのは2番だから2番ですかっていうふうに見ていくと、悲しくそそり立ってるんだから3とか4みたいにプラスの線ね、価値観じゃないでしょ。どっちかというとマイナス、ネガティブな価値観だから、まあ1番か2番なんですよ。で、1番に関しては給料を払えない会社の象徴ってことで、上がかん、ね、まあ上は解消できないんだけど、その上じゃなくて給料が払えないことに対して力点が置かれてる。一方で2番は上が継続していることの象徴。上に力点が置かれてるので、じゃあまあなんか上の象徴っていうふうに本文に書いてあるから2番なのかなと思って2番で選んであげると2番がやっぱ正解なんだよね。だからこれもね、この一つ目の問題と同じくで、
ちょっとなんかいきなり緩い球が来てタイミングずらされた感じの、なんていうかこの難易度の落差というかね、こんな単純に解いちゃっていいのみたいな、逆になんかちょっとできなくないっていうかね、なんかもうちょっとなんか考えて解くと思っちゃう。で、考えちゃうとなんかちょっとこうね、あの深読みしすぎて別のを選んじゃったりするんですよね。なので、いやー、なんかちょっとこう素直に問題を解くっていうことの難しさというかね、それを感じられたから、できればこの2つの問題、まあ皆さんが結構対策とかをしていく中でこういうこともあったなっていうことを経験しておくと、それなりに対応できることもあるんだと思うんだけど、こういうなんかこういきなり緩い球が投げられるというか、いきなりなんかこう単純な球が投げられた時に対応できるのかなっていうのが、ちょっと僕のその懸念点ではありましたね。はい、以上になります。まあただ全体を通してみると、現代文自体はなんかまあちょうどいい難易度なんじゃないので、問題の質もまあまあいい感じなんじゃないのかなと。難しすぎず簡単すぎず、ただ小説の最後の2問だけはちょっとこれってありみたいな感じにはなっちゃったかなっていう印象でございます。以上、現代文の公表をおしまいにします。お疲れ様でした。